フランス語講師のめでですお元気ですおか今日は Voyage de 7 jours en France フランスで7日間の旅にて jour 1 2日目の以下 demande son chemin 道を訪ねるという前半にてつまり会話に基づいてそのテーマの会話を勉強したいと思いますこのレッスンの目的は場所を訪ねる 示す言い方を学びましょうこれは、昇級者向きのテーマです。まず、それぞれの文章を1回ゆっくり、そして1回普通の速度で読んでから、それぞれの言葉の意味と発音を説明して、最後にもう一度読みたいと思いますね。一緒に。ですか。Bonjour. Bonjour. Où est la station de RER? まず、BON は、BON。BON と読みますね。そして、JOUR を行きで、JOUR。JOUR。と読みます。R を軽く、と、ど、jusqu'à l'ascenseur、puis la deuxième à droite。エレベーターまで、まっすぐ行って、そして、右の、に角目に曲がってください。と言っています。 まず tout droit、エレベーターまでまっすぐ。とどわ。前と同じですね。まっすぐ。とどわ。2つの言葉がありますが、1つの表現ですね。とどわ。jus ca。そして、最後のあは、まあ、別の言葉ですが、いちごであるように jus ca と読みます。そして、らっしゃるんですね。<laughs> えっとまあ

自然に使えるようになるために一緒に勉強したいと思います。ラスタシオン i ギシェアンタクシー e t 上、プラス定換詞、プラス名詞を詳しく見ましょう。これは、ふにゃふにゃはどこですかという意味の便利な表現です。できるだけそれぞれの言葉をいちごであるように読んだ方が自然です。ウエ で,すね、で、プラステーおぶで、プラス定冠詞プラス名詞。これは、ふにゃふにゃのおにという意味の表現です。おぶでは、まあ、それぞれの言葉の読み方はあまり難しくないですね。あうをおと読んで、べをうてをぶと読んで、でをどと読みます。おぶで、おぶでですね。 例えば、お bout de l'aller。次は、je cherche ていかんし p l u めいし。ふにゃふにゃを探しているという意味です。je cherche ですね。cherche は少し言いにくい言葉かな。まず、C-H-E-R をシェーンと言います。そして、C-H-E-O-SH、e、と短く読みます。